50発の特殊効果花火の打ち上げということになっていまして、いろいろな花火が今打ち上がっています。それとともにこのライトアップされた今選手たち、広場からこの今野に出して、今野がシュートだー、クロスバー、あの位置から狙っていきました。長戸からニアへのボール、押し込んだ、最後は岩田が押し込みました。コーナーキック、セットプレーから先制アウェー、横浜 F マリノスです。として触ったボールが流れていったわけですね。でもよくここに来ると、ここに来いと思って動きを止めてなかったですよね。倒れてるの森重ですか。それをしっかり外せるように下がれと言ったなと思いました。あのかつて戸田さん、確かあの、ヨーロッパのビッグクラブなどのセンターバックがうまくそのあたりしっかりやれてるというようなことね、はい、お話されてたと思いますけれども、ね、さあ西村が中野を抜けてきた、押し込んだ、最後中が押し込みました。ブラックは上がっていません。前半のこの残り時間が少ないところで2点一気に取りました。がうまくいった分、ね、サイドの攻撃にスムースに移行ができましたんで、でちょうどやっぱりうまいところで藤田もかかってますし、でポジションを入れ替わった西村のところからなんですが、クロスがちょうど長友の左足に多分当たったと思うんですけど、うん、当たったものでちょうどキーパーとディフェンスのラインの間にボールが流れてたのかなという感じだったんですね、はい、だから運びのところを少し改善をして、もう前線で何人か動き出していますが、うん、ここはエウベルに球が出して、ここにレオセアラ、そして中川がいる、そして西村がいる、西村ボレー、よく触ったソービック、見事な今 F マリノスのプレーでしたが、よく止めましたソービックです。バングナがネカシーフからオノルフリーでしたが届きませんでした。木本止めた、来た、位置から見事決めていきました。彼は J1 だと初ゴールですか。そうですね、そうですよね、はい、はい、まあ、あの川崎時代からも含めて、はい、J1 通算初ゴールということになります。相手も向かってきてたんでしょうけど、まあ、ボールにしっかりフォーカスをして、はい、ちょっと今 VR で確認中のようですけれども、ボックス内に多分浮いたボールのセルフに対する守備のところを確認したんですかね。 VR チェック終わりました。ファーサイドフリーだ、ヘッドで押し込んだ、また近川、 J1 初得点から同じ試合で2得点、0-2 から2-2、一気に追いつきました。ちょうど藤田のところですね、FC東京35番、そこを狙って蹴ってると思いますし、高さっていうところでいうと塚川に分がある場所で勝負はさせているので、まあ、そこが一つ大きなゴールの要因かなと思います。藤田もよく寄せてはいたんですけどね、はいはい、前に運ぶ渡辺がまだ持っていく、そしてアダユートンへ、アダユートンだ、ナイスキーパー。ここ東のヘッド、ここにエドワルド出てきた、長戸、ここからクロス、グラウンダー抜けてきた、アンデルソン・ロペス、あくの左でした。もう佐々木だ、こっちもゴール向かうので奪えた側はチャンスありますよね、はい、マルコス・ジュニオール、アンデルソン・ロペス呼んでいる、アンデルソン・ロペス、そしてここで長い笛が吹かれました。最後両チームともに勝ち点3を目指してという中ではありましたが、ファクティッタム、ゴッドサブスカイ、チョン YouTube J リーグ。
International ด้วยนะครับ Like subscribe get push notifications Like subscribe push notifications